こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は、えー、ジム・ロージャース。えー、億万長者ですね。えー、ジョージ・ソロフと一緒にファンドを立ち上げて億万長者になった、まあ、ジム・ロージャース。今もね、えー、日本株を買ったりしてますけど、そのジム・ロージャースさんが日本経済に何が起こるのか教えましょうという、まあ、見てみたらですね、ちょっと、安潭たる気持ちになるような内容なんですけど、まあ、私が、 え、なんとなく不安に思ってたようなことを、まあ、ズバリ言ってる記事なんで紹介します。えー、自分のお茶さんは今、株を持ってます。日本株を持ってます。えー、ただですね、株は上がるけど、日本経済を破壊する政策を、えー、続けていると。まあ、株が上がって儲かるのはね、まあ、分かってるけど、まあ、日本の先行きを考えると、えー、暗い気持ちになると、心配だという話をしてるわけです。まあ、この理由なんですけど、まあ、私もこれ、 インフレターゲットって話を見たときにね、ターゲット通りにコントロールするっていうのは普通不可能なんで、まあ言ってみれば、ターゲット、インフレターゲットっていうのはアクセルを踏み込む坂道を転がすってことですね。で、うまい具合にすごい強力なブレーキがついていて、軽い車体だったら止まるでしょうけど、普通の車だったらブレーキが焼き切れるとかね、止まるはずが止まらないとかっていうことになります。まあ、何が起こるかっていうと、 悪性のインフレですね。まあそういう、えー、心配があるという話をしています。それは、えー、この辺の話に出てきますね。まあそもそも今ね、えー、株は上がってるけど円安になって日本人の暮らしは良くなってるのかと。悪くなってるんじゃないかってことなんですね。えー、食品とかほとんどのものをね、輸入に頼ってますんで、えー、物価は上がってると。 で、一部輸出してる産業だけは、まあ、それは円安になって有利になってますけど、まあ、コストは上がる。で、インフレも、まあ、おそらくターゲット失敗して、えー、ひどいことになると。財政出動。まあ、これは、えー、日本を破壊しますという宣言にしか聞こえないと。アベノミクスの第二野がですね、えー、そういうようなことをおっしゃってます。 で、安倍首相が借金に目をつぶっているのは、最終的に借金を返さなければいけなくなるのは、まあそういう時には、自分はもうこの世にはいないから関係ないでしょうということでしょうと、まあズバリ言ってますね。まあ今日本がやるべきことは減税と支出再現です。日本人は安倍首相から予算の権限を奪い取った方がいいかもしれません。とまで言ってます。えー、まあただ現実問題ですね。今の路線でも消費税が上がって、 え、インフレーターゲットでジャブジャブしてですね。もうそのまま進んでいってしまうのはしょうがないと。まあ、戦争株価暴落。まあ、これはちょっとね、まあ、あの話が暗すぎるんで置いときますけど。まあ、いずれにしても、えー、じゃあ何が言いたいのってことなんですけど、まあ、ジブロジャースさんが言ってるように、あと1、2年は株価が上がったり、えー、円安がもうちょっと進んでね、えー、なんか景気が良くなったような気がする錯覚はあるかもしれませんけど、 その後の暮らしは偉いことになると。まあ、そういった時に、えー、自分で稼げる力をつけとかないと、まあ、相当ひどいことになりますね。で、年金問題ってよく言われてますけど、おそらく私が、えー、オーストラリアに来て感じたのは、えー、今年金っていうのはですね、日本の場合は普通に自分で払ったからもらう権利があるっていう、もらって当たり前っていう感覚でいますけど、実はオーストラリアの場合ですね、 え、それは年金の原資は払うんですけど、え、実際問題、公的年金を受け取ってる方っていうのは、どちらかというと日本でいう生活保護的な意味合いが強いんですね。で、まあ、いわゆる自分の老後のための年金は自分で積み立てた別な年金がもう一段別な年金ありますんで、そちらで賄ってるっていうのが、こっちの制度です。まあ、こっちってのはイギリスですね。で、そうなると、おそらく日本も 欧米に習ってということでですね。えー、今まで預けてくれて、まあ今、若い方、まあ20代まで行くと先あれで、まあ私同年代で行きましょうか。まあ、同年代の人が、まあ今まででね、えー、毎、毎年、70万の年金をもらう、もらえるだけ積み立てたと。わかりました。70万払いましょうっていうことになると思います。ただし、その時の70万の価値は、おそらく良くて、今の30万、 もしかしたら今の7000円ぐらいの価値。だ全然、老後とかそういう次元の問題じゃない価値になっている可能性が高いですね。ですんで、まあ今、まあアマゾンエステ稼ぎましょうとか転売とか言ってますけど、まあこれらの能力をですね、あの最低限つけとかないと、まあ自分でやっぱりお金を稼げないとですね、まあ、相当悲惨な、えことになるかもしれないと。まあ、あの、人生変えようとかそういう次元の問題ではなくて、 現状を維持して生きていくためにですね、何らかの自分でお金を稼ぐ能力を身につけなきゃいけないっていう時代がもう多分来るんだと思います。ですので、あと5年以上ね、生きる予定がある方は、別に私のコンサルを受ける受けないはともかくですね、何らかの形で稼ぐ力を身につけた方がいいと思います。何やればいいんだかわかんないって方にはですね、やっぱり一番簡単に身につけられて、役に立って、 で、え、いつでも、どこでも、まあ、現に私もね、オーストラリアに行ってやってますんで、いつでもできる、どこでもできるのはやっぱり、えー、転売、輸出、まあ、そういうもんなんで、まあ、物販のスキルを高めるっていうのはですね、非常におすすめです。えー、まあ、じゃあ、具体的にどうするか。まあ、それらの話を、え、今、フランチャイズ制度を募集のですね、無料メルマガ作りましたんで、気になる方は、そちらをご覧になってみてください。 え、メールマガジンの登録は、この動画の下のリンク、リンクをクリックして、名前とメールアドレスを入ればご覧いただけます。え、ぜひご覧になってみてください。以上、テンバーアカデミー、堀秀夫でした。